営業マンには耳の痛い話、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。営業マンのあり方とかスキルも一昔前とはね、随分と変わりました。義理や人情が通用しにくくなり、よりね、高度な営業スキルも必要になっております。例えばセールスフォースに日々営業活動をね、こう入力したり、その他もろもろ営業にね、付随する仕事っていうのは増えてきたと思います。セールスフォースに関して言えば非常に便利なね、システムです。ただし入力項目が多くて活用しきれている中小企業を僕はあまり聞いたことがありません。結果解約というね、企業も数社知っています。または解約はしてないんだけども、入力してる営業マンと入力してない営業マンがいるとかね、あとほとんど稼働してないとか、まあこのようなね、問題が今起こっています。弊社は営業のコンサルティングを行う際、プロジェクトに参加する営業マンにこんな質問をね、まあどこの企業さんでもさせてもらってます。過去1年間で営業関係の本を読んだり、セミナーに参加したり、教材を購入して勉強したことのある人はいますかという質問なんです。あくまでも私の経験から言わせてもらうと、10人の営業マンがいれば手を挙げる、いや1年以内にやったことがありますよっていうのは1人ぐらい、下手をすると誰も手を挙げない企業もあります。これが中小企業の営業マンの現状です。ではなぜこのようなことが起こるのでしょうか。そもそも営業の仕事は話をすることだと勘違いしている営業マンもいます。そして上手に話ができればなんとかなると思っている営業マンの方も多くいるんです。しかし現実はそんなことはありません。話がうまいとか下手ってのはほとんど関係ありません。つまりね、そもそも土台になる認識が間違っているから、情報収集したり勉強しなくてもできると思い込んでしまうんです。口さえあればなんとかなると思っている人はまだまだ多くいます。さらに悪いことがあります。昔は本を読んでる暇があったら一件でも多く訪問しろとか、本を読んでも何の足しにもならない、セミナーなど机上の空論だとかいうね、上司の方多くいらっしゃいました。とにかく行動してなんぼの世界、考える暇があったら行動しろが当たり前の時代があったわけなんですね。高度成長期とかバブル期は人口は右肩上がりで増えていたため、見込み客っていうのは困ることなかったんですよ。いっぱいいました。大した営業スキルがなくてもなんとかなったというのが本当のところです。あとは夜打ち朝掛けっていうね、やっていた営業パーソンもね、多くいました。で、こうなると何が必要かと、根性が必要になりますよ。夜打ち朝掛けはね、相手に嫌われようが何を言われようが、最後はあなたの粘りに負けたっていう気持ちにね、相手がなると。そして購入するとパターン。まあこんな話ね、聞いたことがあると思います。しかし、ここ2、30年で社会環境はね、激変したわけですよ。パソコンが普及してネットが当たり前になって、デジタルコミュニケーションがメインになりました。要は、あらゆる情報をインプットしやすくなったということなんです。そして新しいことを始めるとき、ネットで情報収集したり、学んだりしない人はいなくなりました。本を読むのは当たり前。YouTube でスキルを学ぶのも当たり前の時代なんです。特に若い人はこんなこともう当たり前ですよ。無知のままでとりあえず行動だなんてね、効率が悪いことをやる若者今いません。下手をすると車輪の再発明ということになるでしょう。本やセミナーなどでは自分では考えつかないようなレベルの知恵、そして思考をね、手に入れることもできます。これはあなたの周りにいる人ね、要は付き合っている人、話をしてもなかなか入手できない情報も数多くあると思うんです。そう考えるとですね、まあただひたすらなんか人に会ってね、例えば異業種交流会とか経営者団体とかそういうとこにいて人に会うと、こうなんか情報をいただけて、そこでじゃあ成長できるかっていうと、なかなかそうもいかずですね、メンバーが固定化されてきて、所詮ね、同じ穴の無人になってしまうわけなんですよね。まあ考えてるってことはね、対極的に見ればほぼ同じなんですよね、団体とかコミュニティっていうのはね。結果視野が非常に狭くなっているっていうのが現実です。一方ですね、本とかセミナー、YouTube などの情報の中には異次元レベルのね、情報もあると思ってもいいでしょう。いわゆる目から鱗ってやつです。こんな考え方あったの、こんな方法あったのっていうもの。
上司とか同僚、顧客と話をしても、こう、絶対に入手できないだろうというものがあります。で、人に会えばね、何か成長できるとかっていうのはもう過去の話で、人に会うんだったら誰に会うかっていうの、これ一番の問題ですよ。誰でもいいから会えばいいっていう、そういう話ではなくなってきてるよってことですね。まあそんな方で今日はですね、営業マンのですね、実態についてお話をさせていただいたんですけども、本とかセミナー、YouTube などで、こうね、違う情報、自分の価値観と違う人の情報だったりとか、同じ営業の話でもちょっとレベルが違うとか、やり方が違うとか、まあいろんなね、今情報出てますので、そういった情報をきっちりとインプットしてますかっていう話なんですね。何でもいいから行動すればいい。そんな時代は当の昔に終わりました。そして本を読むのも YouTube で勉強するのもセミナーに参加して勉強するのもこれも当たり前の時代です。そこのところを間違いのないようにしてください。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録のご案内です。メルマガ社長の大学は経営に役立つヒントを様々な視点からですね、週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひご登録の方よろしくお願いいたします。